なぜこうなったのか理由が、まあ、明らかになっていくわけじゃないですか。こんなめちゃくちゃなやつになんで感情移入してんだろうっていう、ジョーカーになった瞬間ゾゾッとしましたね。僕は歴代のジョーカーの中で言うとこれが一番好きですね。やっぱかっこいいからじゃないですか。デニーロが大物コメディアンとして出てるんですよ。キングオブコメディっていう名作があって、ジョーカーはコメディアンで憧れてるのがロバート・デニーロ演じる大物コメディアン。そこがこううまくリンクしていくんですよ。見事でしたね。For my whole life, I didn't know if I even really existed, but I do. And people are starting to notice.